原井よし子と美香宇田川のオールライト日本。今日すごい拍手本当に嬉しいですね。はい、2016年11月の21日になりました。もういよいよね、師走間近ということ で、 うで、ね、もうクリスマスムードが街にもムンムン。早かったですね、この1年。早いですね。もう美香さんにも今年の1月のオールライト日本100回記念から、あの、ね、ご出演、その他諸々。また100回記念とか言っても思い出させることを言っちゃうね。これは生ですからいいですね、はい、本当に ね、 いいですね。思い出しちゃいますね、100回記念ライブ ね、 ね、うん、はい。まああのね、エンディングテーマのリリーさん、が歌っている残そうという曲 ね、 ね、また後ほどね、はい、一番最後に聴いていただきたいと思うんですけども、はい、ライブをしていただきまして、はい、あのデビューさせていただきましたが、ね、リリーさんに励ましていただいたんですが、うん、もう本当にお悔やみ申し上げますということで ね、はい、ね、あの頑張ってねって言われたんで頑張りましょう、頑張りましょう。はい。そしてこちらですね、東京都足立区北千住のシーウェーブよりお送りしております。提供は浅草花屋敷さんとなっております。はい、いつもねご視聴いただいている方ありがとうございます。ナイスさん、あのジャム店お疲れ様でした。昨日まで ね、もうアーティスト、あのジャム店 ね、はい、ね、それでジャム店の後はなんか、あ、そうなんです、梅干しの、そう、明後日はですね、みんなの健康応援フェスティバルっていうので、はいはい、ちょっとあの、どこで、渋谷の、はい、ですね、医療法人特進会の水曜日、うん、特進会さんのグループの、はい、あのビル、コーツビルっていうのが、はい、宮益坂の一番上のところにあるんですけど、はい、そこの10階で、はい、梅干しと梅の旗農園のね、はい、梅干しとあと三浦野菜を販売させていただきます。はい、無農薬の、ね、何時からでしょう。13時から午後の6時までということでね、はい、そうですか、三浦野菜いろいろ、はい、そうなんですよ、はい、あの珍しい大根とかいろいろ、大根だけじゃなくて大根もね、カラフルな大根、そうなんですか、うん、おしゃれなね、楽しみですね、お野菜、ちょっとあの私の雰囲気に合わせておしゃれな、なんてね、そうですか、わかりました。一瞬、なんか引いた、ちょっと引いてましたか。今日はね、はい、ゲストがたくさんみたいな、はい、そうなんです、まあ、もうね、嬉しいことに美香さんの、嬉しいですね、ずっと大ファンでいらっしゃったことで ね、 なんか、いや、もうその4年ぐらい前だったでしょうかね、はい、あの一人芝居を見せていただきまして、はい、もうそれもちょっと無理やり連れて行かれたんですね、はい、あのその今日のゲストの方のファンの方に、はい、もう無理やり連れて行かれてちょっといやいや言ったモードがあったんですけど、はい、もう始まってもう5分も経たないうちに虜になってしまったという、ね、王子の、うん、オートピアだったかな、あ、はいはい、あの一人芝居をやられて、ね、その後からいろいろフェイスブックとかで交流がいただいて、もうラブコールを送って、今回なんかあの、ね、舞台があるということで、あのお呼びしました、はい、女優さんなんですよ、ね、綺麗なんですよ、しかもね、女優だけの枠ではちょっと収まらない、ね、素晴らしい活動されていらっしゃいますので、はい、またね、そのお話は、いろいろご登場いただいてから、はい、では、はい、美食感激コメンテーター美香宇田川さんと、はい、私新井よし子でお送りします。それでは、はい、お迎えしましょう、お迎えしましょう、はい、それではあの泉ひなさんお願いします。お願いいたします。どうも、あ、やっぱり綺麗、本当にありがとうございます。忙しいのにね、ありがとうございます、今日呼んでいただいて、ホクトピア懐かしいですね、ホクトピアね、なんかすごい、なんか、あ、この人妖精みたいみたいな、まだやっぱり生もあの芝居の演じてても妖精みたいなね、妖精っていうか、なんかね、今回もあの12月にやる公演でメンバー集めたら、ね、なんでこのメンバーでこうつながったのかな、なんでこのメンバーになったのかな、ずっと考えてたら、ね、なんかやっぱり同じような、はい、なんか共通するのって天然なのかなとか、自分も一緒に巻き込んでます。今回はそのお芝居はあの新しくもうあの新しいカンパニーというかもう本当に新しく集まった仲間がでお芝居なんですか。そうですね、初めてです、はい、なんかこの方たちと一緒にやりたいなって思って、はい、で皆さん元から輝いているんですけど、うん、なんかもっともっとなんか奥底にある輝きを私引き出せるんじゃないかなって思って、うん、なんかこの二人芝居っていうお芝居の中で、うん、なんかさらに輝きを引き出せ、そしてなんかこう自分が今度生かす役回りになりたいんですよね、でそういうのも
そうなんですね。でもこれ本当にたった1日限りの、うん、ね、そうですね、12月26日ということで、ね、2人芝居ということは、はい、2人一組でどんどんオムニバスみたいに変わっていくような感じ、そうです、おー、そうですね、ちょっとねまだ練習始まったばっかりなんですけど、はい、稽古風景も撮影して、ね、はい、そこから行きますか、見せていただきましょうか、到着データの、まだ、まだね、そうなんだ、うん、はい、じゃあデータもね後ほどちょっとぜひご覧になっていただきたいんですけれども、ね、はい、中としてお話は、うん、皆さんが書かれていらっしゃる、そうです、なんかこういろいろお互いに一対一でいろんな話をしながら、この人だったらこういう役とかこういう物語が生きるんじゃないかなって私の判断です。それで書いて、はい、稽古してまして、だけどもうそう簡単には、私はその人の輝きっていうのは人のいいところとか、なんかいい、なんか素敵だなって思うところをたくさん発見できれば簡単に引き出せるものだと思ったんですけど、なんかそうでもなくって、でなんかもう本当に稽古終わったらもうすごい悩んで考えるんですよ、その相手のことを。で、やっぱりもうさらにやっぱり自分も変わらなきゃいけないんだなっていう、なんかこう引き出すって偉そうに言ってるんですけど、自分もその相手に合わせてこう溶け込んでいくって、自分も変えていかないと、受け止め側として自分も変わる、見方を変えていかないとっていうことでしょうかね、でも本当になんか皆さん素敵で、私はいつも稽古で刺激を与えていただいて、なんか本当に今回ね参加してくださって感謝してます今日はね、皆さんでもうちょっとデータもあれですから、そうですね、あと泉ひなさんのちょっと簡単なプロフィールね、ご紹介、もちろんフェイスブックにも載せさせていただいてるんですけど、ひなさんご自身が今みんな一緒にねご出演される方が素晴らしい素敵輝きがっておっしゃってるんですけど、本当にひなさんご自身がまずね輝いていらっしゃるなっていうのを感じております。それでは、泉ひなさんのね簡単なちょっとプロフィールをということで、一人芝居を19年幸せ発信をテーマに都内を中心に全国で活動ということで、劇団四季研究所を出て NHK 大河ドラマ北条時宗でレギュラー出演をされていらっしゃるという、ご経験があって、テレビ映画 CM 舞台などに個性派女優としての出演が多いということですね。はい、もう特殊メイクだと大河ドラマのね、あ、特殊メイクの役で出てまして、はい、すごい。それ何年前ですかね、北条時宗ってね。随分前ですね。そうですよね。でも本当にもう19年っていうから、はい、ね、長く、もうほぼ子役に近い状態くらいだったんですかね。まあね、年齢のことはありますね。ごめんなさい。ね、でもご自身でも3年がかりで、はい、愛のレシピ卵ランドという自主映画を、はい、撮影されて、なんと28役をそうなんですね、ね、すごいですよね。そして、まあ、そういうことをされながら、まあ、いじめ対策の本にも紹介されて、中学校小学校に呼ばれて、まあ、上映パフォーマンスなんかもされていらっしゃるということでね、ちょっと12月には、テレビに出るよ、うん、なんてね、はい、のもあったり、そしてちょっとお名刺いただいた時に、はい、あ、スケルトンって思ったんですけど、そうなんです、ね、臓器パフォーマンスっていうことでね、はい、うん、はい、医療関係などでイベントをされたり、アウトデラックスのバラエティ番組でもそういったものを、はいはいはい、披露されているということで、そして最近今年なんかね NHK ドラマ逃げる女にも登場されてパフォーマーで、はい、出てまして、これちょっともう一回見直さなきゃって、ね、筋肉臓器細胞が好きなんです。おすごいですね、はい、それは、まあ、はい、本当に好きでっていうことで、はいはい、そして健康落語をはじめ小さなスペースでも披露できるように、はい、体のいろいろな知識を楽しく物語にしたお話も作っているということなんですね、はいはい、で宇宙も大好きで JAXA でもなんと披露 はい、されていらっしゃり、あと泉鏡花原作の天守物語、はい、一人芝居でこれ大変ですよね、はい、お城でねやるのもすごく、はい、
いいですね。なんか、いろんなやっぱり気が違いますよね。あ、そうなんですね、はい、時間帯は結構夕方だったりしたんでしょうか。します。おお、まこちゃん見に来てくださったのね。花火あげながらなんかこう岡山城でやったりとかですね。はい、はい、そう、その話が天守物語がちょうどお城を舞台にしたお話なんですね、うん、それでお城でやらせていただいて、でなんか有形文化財とかでの場所でねやらせていただくと物を壊すんじゃないかって言って心配されるので、うん、そういう場合にはこうスペースなくても動かずにもできるようにって考えてったら落語にたどり着いて、うん、で落語っていうのも勉強しようと思ったんですけど、はい、あ、落語でなんか簡単にこういう、うん、あの私の好きな、うん、そのあの健康の話とか細胞の話とかもできるなと思ってちょっと始めたんです、うんうん、うわ、なんかね、本当にだからあの女優さんとしてご活躍されながらも、はい、ご自分で創作して、うん、あとキャスティングとかあのプロデューサー的なね、あ、もうそんなことをされる、ね、それはね長い間ね一人芝居をやってらしたから、うん、なんか自然とこう身についてきたんじゃないかな。なるほど。そういうのって、そういうふうにおっしゃる方多いですよね、一人芝居やってらっしゃる。私ね本当にひらめきとかなんかこう感覚でもう出会って、うん、あ、なんかこうご縁って思ったら、うん、なんかこう、ね、一緒にこうつなげたくなるだけで、うん、本当にみんなもあの皆さんもなんかわけわからずに巻き込まれていったんじゃないかなと思ってるんです、ね、今日だって遅刻してなんか皆さんずっと駅で待たせてて、あのあのその写真をちょっと携帯で撮ったんですけど、皆さんなんかどんな風に待ってるのかなとか遅刻しながら思ってたんですよ。新井さん、データ時間かかるから出ていただきましょう。そうですね、そろそろね、ものすごい、うん、今日はもう盛りたくさん来ていただいてるから、素敵な衣装もとっても素敵で、はい、ぜひ、あの紹介してください、はい、皆さんを、じゃ あ, あの楽しい仲間のとかで皆さんご登場どうぞお願いします。どうぞ。本当に今回の出演者の皆さんが、あのもうその衣装コスチュームのままいらしていただきました。これで電車に乗ってきたんでしょうか。どうしましょ う, どうしましょう。待ち合わせの時は大変なんて、そう、皆さんこの格好でね駅で待ってる。皆さんこれは待たせちゃ いけなかったかもね。すごかった、素晴らしい。はい、ね、なんかこのお芝居の、はい、でなんか結構こういう感じだと子供から大人まで楽しめるような感じのお芝居なんですか。うん、そうですね、年齢層は年齢層、うん、はい、小学生ぐらいから、うん、小学生椅子に座れれば、うん、大丈夫です。タイトルがね、赤ちゃんも来ます、うん、はい、ひな&二人芝居フェスティバルということで、アリが10匹、はい、でクラゲが1匹、はいはい、で、ひなさんの、はい、泉ひなさんのお隣に座っていただいているのが、うん、田中智子さん、はい、はじめまして、はい、田中智子と申します、はいはい、私はなんかこうこのメンバーでなんかこういろいろ二人芝居するんですけど、なんかこうその芝居をこう幻想的に包み込んでもらう、うん、ナビゲーターみたいな感じで、はい、そうするとクラゲクラゲ、うん、なんかねここはもう、うん、いろいろ想像にお任せで。なるほど。誰がクラゲっていうわけではないんですね、うん、はい、はい、なんかうん、みんななんかこう同じ粒になりたい、誰か特別とか誰が上手いとか下手とか、初めての方もいますし経験者もいます。そうなんですか。だけどいろんな方がなんかこう一つになるっていうのをなんかこうやりたくて、皆さん同じような人は誰一人なんかこう誘ってなくて、うん、みんななんかこう違う個性を私はこう集めて、うん、みんな同じこう輝きで、楽しそうですね。楽しそうですね。で、うん、そうなんです。で面白い方でこんなつまらないものです。はい、傘をさしてきてくれましたよ、ね、パラソルを持って、これね、はい、素敵な、うん、でもわざ持ってきてくださったね。でもこれ危ないですから、今日は今日雨ですかね。午後から雨ですね。午後から雨。じゃあこれ刺したら雨、ね、うん、はい、飛んで日傘ですからね。晴れちゃうかも。晴れちゃう。そうですね。雨の日に刺したら日傘を、ね、ちょっとね、フランスからねこういらしたような感じの雰囲気で。ボジュー。ボジュー。せっかくたくさんねいらっしゃってますからね。ね、はい、
なんかどんな方に見に来てほしいとか、なんか自分でこんなのやってますとか何でも宣伝、ね、はい、皆さんご紹介したいですね、ご紹介したいですね、順番に話して、ね、じゃあ日向さんにお任せしましょうか、はい、そう任せます、はい、どうぞ順番に、はい、じゃあともちゃん先生ともちゃん先生ともちゃん先生はい、なんかインフォメーションとかありますか。インフォメーション、これ年末最後がこの12月26日になるんですけど、普段自己紹介するときに兼業女優でございますということで、舞台映像テレビ、朗読その他もろもろ、あと赤ちゃんからデビューして、それこそ記憶にない頃から始める、赤ちゃんからデビューすると赤ちゃんみたいな顔でずっと一緒に行くんですよねでも今回赤ちゃんみたいな顔が多いベビーフェイス、可愛い赤ちゃんみたいなベビーフェイスメンバー、可愛い、なるほど、はい、ともちゃん先生から、はい、そしてはい、あ、私からですか、うん、自己紹介、うん、自己紹介はきっと長いの、長いのすごく長くなってしまって、うん、そんなわけでワンポイントアピールで、じゃあワンポイント長くやっております、潜伏期間もあり、はい、いろんなところにちょこちょこ出させていただいていて、はい、で今回まだよくわからないままに、なんかまだ芝居が大詰めになってるわけでもまだ、そうなんです、まだお稽古が2人芝居なんですけど、私2人芝居はしないんです、そんなわけで、うん、でわけのわからない状態で巻き込まれた、巻き込まれていますね、じゃあお芝居もそういう感じの雰囲気ね、お芝居と実生活の境界線がないと言われてそのまんま、はい、このまんまで、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、じゃあ順番に、席くのちゃんさん、はい、じゃあかなちゃん、斉藤かな子さん、うん、はい、よろしくお願いします、します、じゃあお芝居どうやってて、まあ一味さんと共演するのかずっと楽しみて、うん、まあ頑張りたいなと思っています、うん、ありがとう、でじゃあちょっと芝居のセリフ一言言ってみて恥ずかしい、ママ私はずっとママの心の中にいるから泣かないでねです、うん、ありがとう、ありがとうございます、本番頑張る、うん、はい、はい、夢は、夢たくさんあって考え中です、たくさんあって考え中、いいですね、夢はいっぱいやった方が、え、仕事、え、彼氏募集じゃない、そこは関係ないです、そこは関係ないです、大事じゃない、それは関係ないです、斉藤かな子さんでした、はい、じゃあ次は、じゃあねじちゃん、ねじちゃん今日はライブ、ねじちゃん、うん、声取ってください、はい、あ、すいません、はい、座ってもいいですか、はい、はい、ありがとうございます、はい、どうしたか、はい、はい、トムさんに、はい、今のインフォメーションというか、はい、今やっている現在、はい、東京 MXTV93 チャンネル地上波なんですが、はい、毎週土曜日朝7時半から4時45分まで、はい、忍者烈風という、まあ、ちょっと忍者のヒーローものがありまして、ええ、それの中でトラグマ童子という悪役をやらさせていただきます、あら、なんか彼はすごいアクションができるので、それをちょっとアクションと共演してみたいなと、まあ、今回もそういう形で声をかけていただいて、はい、じゃあアクションあり、アクションあり、おお楽しそうだ、そこは楽しみにしてください、 MXTV の、はい、93チャンネルです、毎週土曜日朝7時半から4時45分の15分間なんですけど、ぜひよろしくお願いします、ね、チェックしたいですね、はいはい、セリフ一言お願いします、はい、ローラさん待ってろよ、ありがとうございました、ローラさんをかけて何が起こるのかじゃあねじちゃん、はい、
これどうぞ、うん、大丈夫です。あ、青柳レイナと申します。クリスマスツリーオーナーという作品で出ます。すごく華やかな。あの今日ライブやるんですか。今日ライブですか。ライブ、何のライブですか。あと猫石っていうバンドやってまして、はい、猫石、猫石、猫 石, 猫 石, 猫石ですね、うん、猫石。何ですか楽器は。あのバンドではベースとボーカルをやってるんですけれども、今日はあのそのバンドとはまた別で、うん、あのソロで出演してほしいって言われて、うん、ギターの弾き語りで高円寺のリーフっていうところ。高円寺の、高円寺の、これでもいいんですけど、高円寺のリーフっていうライブハウスで、何時から7時くらいだったと思います。あの2ドリンク付きで1000円っていう、なんかもうドリンク代だけで見れるみたいな。それすごいいいですね。すごいね。ギターはあのアコギじゃなくエレキ。アコギです。わあ、はい、素敵ですね。どんなジャンルの歌を歌われるんですか。どんなジャンル。パンクロックだと思います。あら、すごいね。すごいですね。でもなんか人によって、うん、こう見る人によってパンクロックってっていう風に思う人とそうじゃない人といるんで、ポップだなと思う人もいれば。頑張ってください、はい。じゃあ今日はセリフですか。セリフ、セリフ。メリークリスマス、皆様のお悩み解決いたします。おお、はい、青柳みなさん、はい、はい、ありがとうございます。じゃあもうちょっと前に、どうですか、お芝居やってだんだんなんかすごい、だんだん声が大きくなってくるんだけど、大きく出した声がすごくかっこいい、ね、浩平くんです。浩平くん、何かあのそういう、これはなんとかマンみたいな、何ですかこれは。ハッピーマンです。ハッピーマン。ハッピー。いや、セリフ言ってみて。あの、僕は世界をハッピーです。僕は世界をハッピーにする。おお、なんかなりそう。戦隊ヒーロー、ハッピーマン。すごいね。これであの舞台で、もう大活躍しますので、はい、ある人を助けます。ある人を助けたいですね。はい、お楽しみに。頑張ってください。イエーイ、イエーイ、わーイエーイ。ビジネスで来てね。見てください。はい、じゃあ吉原浩平くんでした、はい、ありがとうございます。はい、そしてそしてすごい絶妙なバランスで次ゴンちゃん。さあさあ、この2人のこのセットがすごくすごい衣装が楽しい。あのさつきちゃんなんですが、はい、あの縦がすごいかっこよく、おで後藤さつきさん、はい、はい、で輪をやります。妖怪ヘビ、ヘビと影、うん、妖怪ヘビと影はい。あ、じゃ あ, あの首に巻いてるのはまさに蛇でございます。おー、かかインフォメーションがあったら、はい、縦剣深いエッジの後藤さつきと言います。普段はあのいろんなところで週末など、まあ、温泉なども含めましてショーをさせていただいております。急に仕事が決まりまして、あの告知とかがちょっとできなくて申し訳ないんですけれども、はい、どこかで見かけたらよろしくお願いいたします。すごい。例えばまたね、あの先週実は盾の方に出ていただいてて、今なんかグアムの方にあのね、またどっかできっとつながってるかもしれない。ありがとうございます。楽しみですね。セリフを、はい、はい、願いなどという言葉はもうすでに捨て去ったわ。おちょっとシーンがなんか浮かぶような。そして武田誠さんでよろしいですか。はい、はいはい、夢の帽子屋という役で、あの 役で出演します。はい、夢の帽子屋、はい、もう動かないです。、ね、あの帽子がすごく好きで、はい、なんかいつもいろんな帽子をかぶって来られているので、帽子の話をあの作ろうと思って、はい、でこのね、あの帽子一つ一つにこう夢があって、名前があったら素敵だなと思ってね、でお芝居します。帽子に名前、じゃ あの一個一個の帽子も何か物語に絡んでくるような感じですか。はいはい、わ、面白そう。重そうですね。セリフも、はい、これ姿勢が良くなるからこう、そうですよね。この帽子はね、雲の香りが
雲の香りがして地球上をラブで潤してくれる帽子なんです、うん、あったかい感じしますね。ね、こういうあの緊張した役なんだよね、うん、うまく表現できた。緊張した役、武田誠さん、あと何かインフォメーションあったでしょ。人と話をするのが大好きで、うん、いつも誰かに話しかけてます。それだけで。それはもう素の、武田さんがそういうタイプなんですね。はい、あら素敵です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、くもちゃん、はい、はい、インフォメーション、はい、あ、もうインフォメーションからでいいんですか。うん、佐藤八雲と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ひなさんと同じ事務所に所属させていただきまして、うん、レッスン受けて演技の勉強等をさせていただいております。そんな私なんですけれども、じゃん、どうぞ。枚数少ないんですか。すいません、ありがとうございます。落とさせてしまいました。ですね、長い坂を、はい、長い坂を下る、下る、上がるじゃなかった、はい、下るです。紅葉樹という演劇であったり、うん、朗読会などをやっている団、うん、グループがあるんですけれども、そこの第4回目の公演に出させていただきます。うん、日時が12月15日から18日までの4日間に全8回公演をやらせていただきます。うん、場所が笹塚のデュオステージ BBS というところで、駅から3分くらいですかね。うん、私もまだ劇場入りしてないのでわからないんですけれども、こちらの方も私も結構はっちゃけた役やっておりますので、うん、ぜひ来ていただけたらなと思います。じゃあこれがあっての26日ですね。そうなんです。はい、もう次の週になります。迫ってますね。はい、はいはい、では、はい、あ、セリフを、こっちが本当ですもん。はい、死にたいならチルチルが殺してあげるから勝手に死ぬのはやめてね。はい。なんでこのセリフチョイスしちゃったんでしょうね。ちょっと毒のある雰囲気なんでしょうか。そう、うん、そうなんだけどね。はい、なんか、もうどんなことにも全部どんな、なんていうんですかね、わがままも頑固も、もうこう暴れるものも全部大きく包み込んで守ってくれる役なんです。あ、なるほど。抱きしめるような言葉で、なんか包容力があるセリフでしたよ。今のすごくなんか、うん、分かったと、はい、はいとか言っちゃいそうな受け止め方が、はい、なるほど、包容力のある役ということでね。ありがとうございます。はい、で、今日はい、来られてない方もルリ君と、はい、あと松永さんっていう方がいらして、はい、松永さんって方は社長さんなんですけど、はい、お店やってらっしゃるんですけど、はい、初めてで。でその方もなんか松永さんいないと思った。あれ、松永さんいないな。せっかくだからこう、うんうん、やってみたいっていうので、あとルリ君はパントマイマーで声優も目指しているので、映画にして、うん、彼との作品を映画にして、それを声優として話す、うん、後からオフレコにまた入れて、はい、うん、じゃあ、うん、なんか皆さん言い足りないこととかありますか。じゃあちょっと みんなで12月26日来てねって言いたい。それ一回練習して最後にももう一回やりましょう。今練習で、本番中に練習。ですね、12月26日来てね。せーの、12月26日来てね。行くよ。どうもありがとうございます。映像はまだですね。もうちょっと感じ、 OK OK。 あ、じゃあ流しましょう。はい、ね、じゃあ映像行きましょうか。すいません、はい、ねえ、うん、本当に華やかで楽しい。またね、ちょっとセリフを伺って、うん、ちょっと興味ね、なんだ。楽しんでやりますよ。
んの夢は児童文学作家。浩平くんはね、天使の絵いろいろ描いてるんでね。浩平くん、今日お母さんは？さだまさしのコンサート。さだまさしのコンサート、あら。僕は世界をハッピーにする。いつも公園で練習してます。ご覧いただいて、ちょっと様子が分かっていただけたでしょうか。いろいろね、メイキングということで、はいはい、皆さんがそれぞれこう動いてというかね、はい、これは単独で YouTube とかにアップされてるんですか。まだしてないですね。そうですか、ね、なんか行きたくなる、ね、行きたくなりますね、うんうん、はい、ありがとうございます、ぜひ行ってください、はいね、うん、もうちょうどクリスマス終わってね、忙しい時なんです、なんかね、はい、ちょっとこうもうちょっと楽しみが欲しいなっていう、うん、あ、余韻がね、なんか寂しいじゃないですか、やっぱり。ありがとうございます、うん、そうですね、うん、でちょうど皆さんね、クリスマスの時期稽古でかわいそうなんですけど、うん、ねえ、ワイワイでも楽しめるのもいいじゃないですか、みんなで、ね、みんなで、うん、そうですね、ケーキ持ち寄りして、はい、そうですか。でまたなんかお客さんにも、うん、また今度参加したいとか言ってくださる方とかいたら、うん、また嬉しいなと思うんですけど、うん、演劇経験者じゃない、なくても、うん、はい、いろんな方がと挑戦してもらえるような舞台にしたいなって思ってます。なるほど、ご自身で、うん、日野さんご自身がこうやって企画されているのは結構、はい、1年に何回とかご自身で作られたりされてるんですか。企画はいろいろしてるんですけど、うん、今回の形は初めてです。あ、はい、なるほど。どちらかというとやっぱり一人でこう、はい、芝居に、まあ、先ほどの、ね、天守閣のところ、はい、とかそういうような形でご自身で企画されてるっていうのが多いけれど、はい、今回いろんな人を、はい、巻き込んで。そうですね、ありがとうございます、本当に楽しい。やっぱり魅力がね、やらせていただいて、なんかもう存在自体が妖精みたいでしょ、はい、なんかそうですね、ディズニーランドの
ちょっとティンカーベルじゃないけどこうね、まあ、そんな言っていたの、いやいやいや、うん、そんな雰囲気のお役だったの、その私が初めて拝見したの、ね、そうわっとしたの、うん、夢があるし、そしてみんなにも夢を、ね、こう与えてくれる感じのストーリーも、なんか先ほどのセリフを聞いてるとそういう雰囲気を感じたので、はい、うん、もう温かい気持ちにね、そうですね、うん、もうそうですね、まだ演出家とかには見てもらってないので、ね、本当に自由に、演出家でしょ、演出家、はい、うん、ね、そう、ね、そう、あの第三者として、ね、うん、見てもらってないので、うん、いやそれもどんなものか、それも楽しみなんですけどね、うん、はい、いいですね、いいですね、なんか楽しみに、年末の楽しみが、うん、はい、楽しみですね、つめました、はい、じゃあちょっとですね、うん、浅草羽屋敷さん情報参ります。そろそろクリスマス、はい、そろそろクリスマスソングが流れる季節になりましたが、まだまだ日中は過ごしやすいシーズンとなっております、では浅草花屋敷、秋から冬の情報をお届けします。花屋敷恒例行事となりました勝手に県民の日、大好評開催中です。残すところ千葉県民の日とつくば市民の日のみとなりました。11月21日月曜日から11月27日日曜日は千葉県民の日、そして11月30日水曜日から、水曜日はつくば市民の日、11月30日つくば市民の日ということで、各県それから市に在住在学在勤の方は住所の証明できるものをお持ちください。もう一つお得な情報、鳥の市熊手寺さんで入園無料を実施します。羽屋敷無料ですか？そうなんですよ、熊手持っていくと、なそうなんです、去年のでもいいかな、あ違ういやそれは鳥の市って知ってますかということで、ね、11月の鳥の市に、開催される、あ鳥の日に開催されるお祭りということで、浅草の場合はね大鳥神社があるということでね、23日なんです、はい、今年ねもう1回鳥の市、一の鳥は終わって、二の鳥があさって11月23日となりますが、収穫祭が期限で今では、商福や商売繁盛の祭りとされております。象徴的なのは金銀に飾られた熊手があるんですけども、福を書き込むという縁起物で熊手を使っております。次のお鳥様、先ほど申し上げたあさって11月23日祝日となっております。この熊手を持ってきていただけると、なんと浅草花屋敷、なんとですねこれ1本で5名様が入園無料と、ね、すごいです ね、 いいですね、はい、やるね、ね、やるね、なっております。そして大好評開催中の花屋敷イルミネーション、ルミ屋敷ということで、昼の遊園地とは違ってイルミネーションに飾られた夜の遊園地がオープンしています。イルミネーション営業は午後6時半から夜の9時まで、乗り物6機種乗り放題で入園料大人2000円、子どもシニア1500円となっております。浅草のデートスポット、夜の遊び場としてぜひ花屋敷イルミネーションにお越しください。そして11月26日土曜日から始まるロックマンエグゼ花屋敷ミッション2ということで、イベントございます。謎解きラリーとかコラボグッズ、コラボフード、一日中ロックマンの世界を楽しめます。園内各所にですねロックマンイラストが展示されていたり、時にはロックマン自体が登場したり、ロックマンエグゼ花屋敷ミッション2は12月25日日曜日まで開催しております。そして最後に休園日のお知らせになります。施設安全確保のため12月6日火曜日、そして7日水曜日、そして12月13日火曜日と14日水曜日、火水ですね、休園となりますので大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。浅草花屋敷は楽しいイベントや美味しいお食事が楽しめる遊園地、ただの遊園地じゃありませんよ。詳しい情報は花屋敷のホームページやフェイスブックをご覧ください。浅草花屋敷クリックですぐに探せます。はい、
おお、はい、なんか花屋、花屋敷に、このメンバーで、ちょうど、もうちょっとそうですね。花屋さん、うん、喜ぶと思います、ね。な、あの夜のね、ルミ屋敷なんかも、きらびやかに、キラキラしてる、しましょうか。先生がそういいかもしれない。すごい楽しい。行ったことあります、花屋敷。あります、昔。あそこ借りれるんです、ね。そうそうそう、貸し切りもあります。貸し切りもね。行きますか。ということで、はい、もうね、勢ぞろいしていただきましたが、ね、もう本当にこう先ほどから伺って、お一人お一人のね、個性豊かな、あの、それをまた引き出して、うまくね、こうセリフとか多分たくさんね、あの、書き直しっていうかね、いろいろまだ試行錯誤もされながらの、練習、お稽古ということだと思うんですけれども、12月26日ちょうどね、もう1ヶ月ちょっとということで、はい、ね、こんな機会与えていただいて本当ありがとうございます。何かね、本当にこれはちょっと楽しそうだから、ね、友達誘っていきますよ、はい、何が起こるか、もう本当に稽古はしてるけど、またそこで生まれる何かもありますからね、はい、1回限りなので、はい、ぜひ応援しに来てください。ね、はい、応援して、またね、これはあの、チケットは、お問い合わせはこの、はい、E メールアドレスでいいんですか。はい、読み上げましょうか。 izuhina123 数字で123 @gmail です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあこちらの方に問い合わせで、はい、はい、Facebook の方もね、こっちで、はい、あの、取り込んで、はい、アップさせていただきますので、はい、こちらの方でも、はい、宣伝させていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、もうなんか楽しみでワクワク、ね、もうやっぱりね、気になるのがクリスマスツリー。可愛いでしょ。そう、ね、あの、これでね、一つの物語ができる衣装になっているんですよ。で、ちょっとピカピカもしてね、そう、あの、電飾が入っていてすごくね、あの、可愛らしいのでね、うん、ぜひこれまた舞台でね、あの、ストーリーの中で、ね、の、画家ですから、こう、なんかこうアートがこういうなんかそういうね、これは蛇ですか。蛇ですね。すごい。ひなさんが作られたんですか、これ。あ、これは、うん、はい、そうですね。わいただいて、でもなんか街を歩きたいですね、こういうの着てね。変かな、はい、あ、いいですよ、これで帰ろうか、ね、意外と恥ずかしくないんですよ、自分じゃなくなるから、私じゃないもんって言って歩けるちょっとコスプレ的なね、はい、あの、ハロウィンなんか最高おしゃれですよ ね、 ね、おしゃれ。これでぜひ歩いてよ、これ、うん、これハッピーマンの H、 ひなの H じゃない、どっち、ハッピーマン、ハッピーマン。なんかどういう人に見に来てほしいとか、なんかありますか。あ、ないです、見に来て、見に来たくなくてもそうやって無理やり連れてく、来るお客さんでもありがたいです。私実はね、実はあの、その数年前に伺った時、はい、あの、無理やり連れて行かれたの。もう妖精みたいに可愛いんで、行こうよ行こうよ行こうよって言われて、あ、そうって言って、なんか無理やり連れて行ったら、もう3分ぐらいでハマってましたね、素敵みたいな。しかもね、もうこう作られるっていうのがすごいことだと思います。本当に人を巻き込んでって言って、ほにょほにょっと笑いながらおっしゃるんですけど、本当に大変なことだと思います。もうそれでも皆さんがそうやって協力してくださる魅力があるっていうことだと思うんですね。でもなんか本当にこう、私一人じゃないくて、なんかこう一緒にこう作り上げながら、なんか、あの、お産はしたことないんですけど、なんか その勢いを思い出してるんです。こうなんかこう生みの苦しみみたいな、何か一緒に苦し楽しみ苦しみながら何かを生み出すからね、そういうのが9つ生まれたら嬉しいなって思います。ポコポコっとね、はい、この物語をお芝居しながらなんか生まれてくるような感じがしますね。楽しみだな、ちょっとエンディングがね、流れ始めましたけど、はい、みんなで本番、はい、本番行きますか、本番行きますか、本番行きますか、さっき12月26日来てね、来てね、はい、
では、はい、はい、せーの、12月26日来てねー。ありがとうございます。愛を残そう、夢を残そう、優しい気持ち、それも残そう、心も残そう、言葉も残そう、境のない国を残そう、誰のために何も知らない子供たちが生きるために、そして幸せを置いてゆこう、私たちができる限り。何を残そう、考え尽く全て残そう、きっと残そう、約束しよう、何も知らない地球のために、子供たちの明日のために、子供たちが生きるために、そして幸せを置いていこう、私たちができる限り。幸せを置いてゆこう、私たちができる限り。海を残そう、空を残そう、人を残そう、街を残そう、愛を残そう、夢を残そう、心残そう、言葉残そう、もっと残そう、何を残そう、残そう、約束しよう、そして幸せを置いてゆこう、私たちができる限り。残そう、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 残そう。